長浜町は、滋賀県長浜市公園町の豊か公園内にある、橋場秀吉が築城した、日本の城跡。1573年に、橋場秀吉が、浅井長政攻めの校で、織田信長から、浅井市の丘陵を廃領した際に当時今浜と呼ばれていた、この地を信長の中から一時廃領し、長浜に改名した。小谷城で使われていた資材や、1558年に、 火災にあった、畜部島、法岩尾寺の復旧資材として、浅井長政が寄進した材木などを流用し、築城を開始した。その後、法岩尾寺に対しては1598年に死去した、豊臣秀吉の異名として、大阪城の唐門などが移築されている。同3.4年頃完成し、橋場秀吉が入城した。いわゆる水城であり、湖水に石垣を浸し、 木内の水門から直に船の出入りができるようになっていた。城下町は小谷城下からそのまま移した。現在でも城下町には橋橋当時の面影や名残が残る。後に天下人となる秀吉が最初に築いた居城であり、秀吉の両国、城下町経営の基礎を醸成したところとされている。1581 織田氏の中国遠征で不在であった橋場氏の後、信長は荒木村重討伐や越前一行創生圧の甲から堀秀政を長浜城主に任じた。しかし橋場秀吉の親と妻はそのまま長浜に居住していたらしい。1582年に本郎寺の変が起こり、明智光秀の手により織田信長が殺害されると明智に加担した。 山本山城主の厚地貞行が長浜城を占領した。橋橋の妻ら軽類は近隣の寺に逃れた。厚地は山崎の戦いにも明智方として参加するが、明智は信長のあだちを掲げる橋橋方に敗戦し、厚地は秀吉方に捕獲され、厚地一族すべて処刑された。長浜城は橋橋の支配下に戻った。 山崎の合戦後に開催された小田家の重臣会議、清洲会議で、橋場秀吉と意見対立し、結果として、長浜の支配権を獲得したのは、柴田勝家であった。雪国である、越前国を領していた柴田は故に、機内方面への共闘補として、北、大海を欲していたが、橋場が淵深い道地を手放すわけがない、と注目に見られていた中での、 まさかの支配権状とであった。勝家は、一族の柴田勝とを長浜城の首相として入城させたが、橋場と柴田の対立は収まらず、同年末には秀吉が勝って知ったる、長浜城を攻めた。柴田は雪に閉ざされた越前大海国境の山を、突破支援軍を送ろうとしたが、その前に、勝豊は降伏した。年のヶ岳の戦いの後は、 山内和豊が入り、6年間在城した。1586年1月18日、天正地震により城が全壊し、和豊の一人娘であるヨネラが死亡した。1606年に内藤信成、信政が城主になるが、大阪の神望の1615年に内藤氏は摂津高月に違法され、長浜城は廃城になった。 資材の大半は、彦根城の築城に流用された。彦根城の天秤櫓は、長浜城から移したものと伝えられている。その他、長浜市内にある大通寺の台所門は、長浜城の大手門を移したものと伝えられ、今でも矢尻の跡を見ることができる。同市内にある、自然院の表門は、長浜城の絡め手門を移したものと伝えられている。城の一部が、 琵琶湖に水没し、長浜城遺跡となっている。現在の天守は1983年に犬山城や伏見城をモデルにし模擬復元されたもので、私立長浜城歴史博物館として運営されている。天守5階より、左奥、伊吹山、手前、豊公園、右、琵琶湖、長浜市所在指定文化財一覧。長浜市。 2013年3月21日閲覧。長浜市長浜城歴史博物館条例、軍事的拠点機能を前線に近い、張間国姫路城などに移していた。ありがとうございます。